なあ、アイリー。何、タクヤ。俺たちも付き合って4年経つし、そろそろ将来のことも考えたいんだ。うん。まずは同棲を始めたいと思ってんだけど、アイリー的にはどうかな。前にも何回か話してるけど、まだ気持ちは変わらないかな。タクヤのことは好きだし、一緒になりたいと思ってるよ。でもママがいるから。そうだよな。うん。パパと離婚してからずっと一人で私を育ててくれて、本当に大好きなママなの。私がタクヤと同棲したらママは一人になっちゃうの。それは寂しいような。うん、それもあるし、今の家賃は私が払ってるの。そうなのか。仕事辞めてからパートしてるけど、 OL 時代の貯金を切り崩しながらやってるの。ママは働きたくても働けないから、私がいなくなると居場所を失うの。なるほど。だからごめんなさい。でも拓也のことは本当に好き。だからいずれ決断しなきゃいけないの。もうちょっとだけ時間ください。うん。数日後。アイリー、同棲のことなんだけどさ、俺が家賃負担したら迷惑かな。え、どういうこと？あれからいろいろ考えたんだけどさ、俺とアイリーが結婚したらお母さんとも家族になるわけだし、当然守る存在にもなってくる。俺とアイリーの同棲する家とお母さんが住む家、その両方を俺の方で負担したら解決するんだけど、どうかな。いいの？そんなことしてくれて。もちろん。友達で不動産関係の仕事してるやついるから、そいつにいろいろお願いしてみろ。3人で同棲っていうのも考えたけど、さすがに気を使うからね。お母さん一人で寂しくなるけど、それで一度話してくれないかな。ありがとう。すぐに連絡してみる。よろしく。1時間後。タクヤさん、アイリから話聞いたわ。私にも家を用意してくれるんだって。ありがとうね。はい、3人で物件見に行きましょう。なるべく近所で住める物件にしますね。助かるわ。私とアイリを今後もよろしくね。はい、絶対に幸せにしますね。1週間後。タクヤ、ありがとう。同棲の部屋も素敵だし、ママの部屋も綺麗だった。それに徒歩5分圏内だし、マジで感謝しかないよ。家賃合計で20万弱になるけど、本当に甘えちゃっていいの？決して安くない出費だけど、未来の家族のためだ。本当に素敵。ただこれ以上出費しちゃうと貯金とかできなくなるから、お小遣いとか渡せなくてごめんね。それは大丈夫。私もパートで稼いでるし。ありがとう。今度取り掛かるプロジェクトが成功したら、おそらく出世コースに乗る。そしたらアイリも専業主婦になれるし、お母さんにも少し楽させられるよ。うん、ありがとう。しっかりと支えます。うん、ありがとう。1ヶ月後。アイリ、最近疲れてるかな。ん、どうして？お母さんの家に行く回数が前より増えてるけど大丈夫そう？大丈夫って何が？最近洗い物とか洗濯物とか食事とかがあんまりできてないから。何よその言い方。お母さんのこと大切にするんだよね。だったら会いに行くのは当然だし、たまに家事できないこともあるよ。ごめん。奴隷みたいに扱わないでほしい。そんなつもりないよ。ただ疲れてたらって思って。そんな言い方しないで。1週間後。タクヤさん、ちょっといいかしら。家のことで相談したいの。どうかされましたか、お母さん？もうちょっと広い部屋に住みたいの。他にいい物件ないかしら。え？あとここにある備え付きの洗濯機なんだけど、旧式で困ってるの。洗濯物を干すのも面倒だから、いっそドラム式にしたいの。どうかしら。申し訳ございません。部屋は契約更新や家賃などの問題で、そこよりいいところは難しいです。また洗濯機に関してもドラム式となるとお値段も相当なので、なかなか難しくなってます。わかりました。壊れたりしたらまた連絡します。はい。1ヶ月後。タクヤ、ちょっといいか。新次郎、お疲れ様。物件探しの件ありがとな。新次郎のおかげで俺らとお母さんの部屋見つけることができたわ。仲介手数料とかも負けてくれて本当に感謝してるわ。今更なんだよ。友達から仲介手数料は取れないわ。それに事情聞いたら余計お金なんか取れないわ。なんか悪いな。で、何のよ？実はそのお母さんのことなんだけど、かなり騒音が目立ってるらしいんだ。騒音？うん、隣の住人から俺宛にクレームがあったんだよ。
あそこの部屋、そこまで壁が厚くないから声とか漏れやすいんだ。タクヤの方から少し注意してもらえると助かるんだが。わかった。義母がすまん。うん。あと、すごい言いにくいんだけど。なんだ？その漏れてる声っていうのが、女性の喘ぎ声らしいんだ。え？お母さんって何歳？もしかしてまだ現役？いや、そんなはずはないけど。だよな。おかしいよな。でも住人がそんな変な嘘つくわけないよな。待てよ、まさかな。どうした？お母さんのために契約した家ってアイリも頻繁に出入りしてるんだよ。え？アイリって彼女さん？うん。俺は入居日の引っ越しの日以来その部屋には行ってない。だからその部屋から声が聞こえるならアイリって可能性も十分あるんだ。おいおい、ちょっと待てよ、それってまさか。考えたくないけど、お母さんの家で愛理が誰かとやってるかもしれないな。いや、さすがにそれはないだろ。だって拓也が金払って契約してるんだぞ。その本があるのに普通やるか。最近愛理とは出過ぎ気味で、一緒にいる時もずっとスマホ触ってる。え？その上頻繁にお母さんの家行くし、家事は最近ろくにしないんだ。ちょっと待ってくれよ、それ本気で言ってんのか。俺もちょっと整理ついてないんだけど、こういう時どうしたらいいんだ。現場を抑えるしかない。やっぱそうか。拓也がやるなら俺は協力するぞ。本当に言ってるのか。ああ、ありがとう。いつ行ける？今週の土日ならどちらでも。わかった、ちょっと仕掛けてみるわ。1時間後。アイリー、今週の土日なんだけど急遽出張が入ってしまったわ。2日間家を空けるけど、留守番よろしく。はい、わかりました。日曜の何時に帰ってくるの？夜遅くになると思う。わかった。頑張って稼いできて。迷惑かける。あとママに洗濯機買ってあげたいの。ああ、それお母さんから来てたわ。断ったらしいけど、なんで？ドラム式洗濯機は高いよ。相場でだいたい20万くらいする。お母さん最近体も弱ってるから、それくらい考慮してあげてよ。わかったわかった、考えておくよ。約束よ。1分後。土日に嘘の出張の予定入れたわ。やば、これで動くはず。何もなければいいんだけどな。実はそうでもないんだよな。どういうこと？お母さん割と面倒な人でさ、部屋提供してやってんのにもっと広い部屋がいいとか、ドラム式洗濯機欲しいとかねだってくる。え？マジかよ。まあ詳しい話はまたするわ。とりあえず土曜は朝から頼む。任せとけ。土曜の朝。アイリー、お疲れ様。出張なくなったわ。今から家帰る。ね？出張なくなったの？家にはいないよ。お母さんの方の家？うん。と思って今そっちに向かってる。は？嘘でしょ。嘘じゃないよ。一緒に新しい洗濯機買いに行こうか。え？ん？欲しいんだろ、ドラム式洗濯機。あ、でも今日はママ体調悪そうだし、買い物はまた今度にしようよ。だから家で待ってて。なるほど。でも一応家行くわ。無理、来ないで。洗濯機を置ける寸法だけでも調べときたい。それは私がやっとくから。なんでそんなに固くなに断るんだ。何か理由があるのか。ママと二人でいるから。ママとじゃなくて男だろ。え？ママなら今はパチンコ屋だろ。は？何言ってんの。悪いけど全部見てたよ。お母さんがパチンコ屋に行くところも、アイリーが男連れて部屋に入るのも。嘘でしょ。写真もバッチリ撮ったし、何の言い逃れもできないよ。てか今部屋の前にいるしね。嘘、驚くはどうやって。不動産契約したやつと一緒に来た。ドアチェーン外してくれる？そこの男と話したいからさ。いやよ、帰ってよ。開けろこの恩知らずが。3時間後。タクヤ、お願いします。謝るから、もう元彼とも会いません。誓うから。だからお願いします、私と別れるなんて言わないで。いや、もう無理だろ。俺は将来のことたくさん考えてたのに、その答えが浮気だろ。そんな奴と付き合い続けるわけないし、結婚なんかもってのほかだ。もう会いません。二
度と浮気しないから。無理です。物件の契約解除ももう済んでるから、今月中に早く出ていけよ。俺は俺で別の家見つけるから。そんなこと言わないでよ。当然お母さんの家も解約するよ。それだけはやめて。私たちもう帰る家ないのよ。それは知らないよ。自分で働いて稼げよ。それかその浮気相手に養ってもらえよ。そんなのできない。だろうな、そいつニートだもんな。お願いします、チャンスください。与えません。さようなら。3時間後。ちょっと拓也さん、部屋がなくなるって本当なの？はい、本当です。今月中に出て行ってくださいね。愛理がずっと泣いてるんだけど、一体何をしたのよ。幸せにするって言ったくせに、私の大事な娘に何したのよ。浮気してましたからね。てかあなたもご存知だったんでしょ。二人の関係黙認してたんですから。私はずっと反対してました。拓也さんにバレるよって注意してました。もうあの子とは縁を切ります。私の子供は拓也さんだけです。僕もあなたとは縁切りますよ。はあ？そりゃそうでしょ。もう完全に関係ない存在ですし、あなたの家賃や生活費を出す意味も今回の件で全く不必要になりました。ちょっとそれはあんまりよ。今の暮らしがないと私は。朝からパチンコする元気があるならきっとどこでも働けますよ。年齢もまだ55歳ですし、まだまだ働き口はありますよ。いやよ、働くなんて嫌よ。働かざる者食うべからず。お願いします、チャンスもください。そんなところも親子そっくりですね。家にいるんですか？愛理と一緒に頭下げに行きます。今は電気屋にいます。電気屋？二人養う必要がなくなったのでドラム式洗濯機を買いに来ました。地獄に落ちろクソ親子。後日談。こんばんは、拓也です。この後すぐに引っ越しを済ませて、愛理とお母さんから離れることに成功しました。本当は賠償金など支払ってほしかったのですが、ないところからは取れませんし、それに俺がいなくなるだけで彼女たちは相当なダメージになるので、制裁としては十分かと。また愛理は俺に金を払わせ続けて元彼と過ごすつもりだったそうです。本当に悪魔みたいな女でした。発覚のきっかけになった隣の住人さんと協力してくれた新次郎には感謝してもしきれません。